メキシコシティにて、キングス・オブ・レオンは、アメリカテネシー州ナッシュビル出身のロックバンド。姉さんとカレブ、ジャレットの三兄弟といとこのマシュで構成。厳格な宣教師の父を持ち、旅の中で育つ。バンド名の由来は、三兄弟の父と祖父の名前から、サザンロックやガレージロック、ハードロック、カントリー、ブルースなどの音楽から影響を受けている。 古典的ルーツロックの影響を色濃く残した、イブシギンのロックンロールを泥臭くパワフルにならす。サザンストロークスとも形容される。本国アメリカより一足先にイギリスで人気に火がつき、2008年のグラストンベリーフェスティバルではヘッドライナーに抜擢された。2003年のサマーソニックで初来日。2007年にはフジロックにも出演している。ボブ・ディランやポール・ウェラー。 ノエル・ギャラガーなどから高い評価を得ている。2008年にリリースされた通算4枚目のアルバム、オンリー・バイ・ザ・ナイトでバンドは大ブレイクを果たす。同アルバムは初登場で全英1位、全米5位を記録し、その後もセールスを伸ばし続けた。アルバムからのファーストシングル、セックス・オン・ファイアは、UK シングルチャートで3週連続1位に輝き、また、 アメリカでもビルボードのホットモダンロックトラックスチャートで1位を獲得。続くセカンドシングル、ユーズサムバディも UK シングルチャート2位、ビルボードホットモダンロックトラックスチャートでは再び1位を獲得した。アルバムはこれまでにイギリスで150万枚以上を売り上げ、またアメリカでも出荷枚数が100万枚を突破し、プラチナアルバムとなった。第52回グラミー賞において、 主要4部門の年間最優秀レコード及びロック部門最優秀楽曲最優秀ロックパフォーマンスディオグループを受賞しノミネートされた4部門に対して3部門での受賞を果たす。ありがとうございます。